の盛り上がりを見せた経理部の飲み会から一夜明け、今日もまた会社での一日が始まります。完全に二日酔いだよ。飲み会の最後らへん全然覚えてなくってさ。確か律子が、確かレツコはカラオケで何か歌っ、こんなことに泥酔していた同僚たちはその日の記憶が全くないようです。残る問題は、おはようございます。